中国攻めは、天正五年以降に、織田信長が主として、橋場秀吉に命じて行った、毛利輝元の勢力圏である、山陽道、山陰道に対する、新興戦。中国征伐とも称する。戦は足掛け六年にも及び、天正十年六月四日に講和するまで続いたが、その二日前、同月二日に、本能寺の変にいて、信長が王死したためそのまま未完に終わった。 文中のぬ年は西暦、月日は全ては暦、鮮明暦の調略による。中国攻め以前の織田、毛利関係、編集詳細は、野田城、福島城の戦いを参照当時20代前半の若者であった、毛利輝元織田信長と毛利氏の当主、毛利輝元は、阿波を本拠とする三好氏に対する牽制の意味もあって、田島や張馬、ま、備前のあたりを、互いの干渉地帯として、 互いに友好関係を保持してきた。信長は上落以来瀬戸内海東部の政界県の掌握を目指し、それを阻む三好三人衆や石山本願寺とはしばしば戦ってきたが、他方で瀬戸内海の西部海域を掌握していた毛利氏、小早川氏を敵に回さないよう気を配ってきたのであった。しかし、一方で信長は天正三年大友氏 島津白ら九州地方の諸大名を講和させて、毛利氏の背後に圧力を加えようと聞こし、関白左大臣のこの江崎久を、薩摩、日後に下校させている。天正3年8月、信長は、明智光秀、橋場秀吉を先方に、自らも出陣して、越前府中を攻めて、越前一向一騎を壊滅させ、加賀のみ軍、江沼軍も制圧して、9月に、 越前北野省に北野省城を築き、工事を柴田勝家に委託した。これは、石山本願寺にとっては大きな痛手となった。そして、天正元年に室町幕府最後の将軍、足利義明を経より追放し、越前を平定した後の信長の天下府部における最重要課題は、政治的、軍事的にも、経済的にも、最国の平定となったのである。 反信長同盟の形成に努めた、幕府最後の将軍、足利義明越前制圧の直後、信長方の摂津有岡城主、荒木村重は、西張間の豪族から人質を取り、無本を起こした、宇喜多直家と交戦中であった、備善の浦上胸影を援助して、胸影の巨城天神山城に兵糧を入れ援助したが、天正三年九月に胸影は直家に敗れて、備善を追われた。 浦上胸影の敗退によって、毛利氏に組みする浮田直江が、備前の支配権を奪取し、これにより、毛利勢力の闘神による小出しとの直接の衝突が、現実味を帯びた。信長は、天正三年十0月、張馬の九州五か赤松氏の敗下であった小二条の昭治聖職や、三木城の別所長春、辰野城の赤松広島、直江によって、失業した胸影らが上落して、 信長に出資した。一方、山陰地方では信長が、毛利方との約束に反して、それ以前から天子勝久、山中高生らの挙兵を密かに支援していたことから、事態は、天変を繰り返した。天正2年に、天子勢が、稲葉で挙兵して、私宮古の城、若桜、鬼ヶ城を攻めて、鳥取城の城主三名報告に危険が迫ったため、 報告のおじで、信長に取り立てられていた、田島の有子や真白城主、山名雄豊が、報告救援のため潜り方に走った。しかし、丹波の黒井城城主の赤井直政が、田島国内へ侵入したため、雄豊は再び、信長方に転じた。足利義明を打ち書き大阪城天守閣造、天正4年2月、義明は、紀伊広告寺から、 毛利氏の支配する貧乏国友の裏に移った。これは必ずしも毛利氏の歓迎するところではなかったが、吉明は盛んに照本らに対し、信長に敵対するよう働きかけた。吉明はそれ以前から夷大将軍として、おうちガを出して、各地の大名の休合を呼びかけ、信長包囲網の形成に努めた。その結果、長らく信長と対立していた。 本願寺や武田氏のみならず、美戦国の浮きた直家などがこれに参加した。こうした動きは、信長参加の諸勢力にも少なからざる動揺を与えた。信長は、天正三年秋より光秀に命じて丹波攻めを本格的に開始し、光秀は丹波の国人なほとんどを味方につけて、赤い忠家とそのお父である直政の立てこもる、黒衣上を放して兵糧攻めにして、 落城寸前にまで追い込んでいたが、天正四年初頭、突如として丹波黒人の一人で八条城主、旗野修二が裏切り、光秀は、総退却を余儀なくされた。前後して、一旦は、小田氏により帰した田島の山名雄豊たかが、天正三年末、またも信長に反旗を翻した。信長法妹織と、小田、毛利の激突、編集詳細は、 信長法移毛第三次法移毛を三省十年に及ぶ対信長戦争を指導した本願寺の教主、賢女。天正四年四月、信長が村重、藤高、光秀、直政に命じ、一行一期の拠点である摂津の石山本願寺攻めを開始して、石山合戦が始まるに至って、小田氏の兄弟家に危機感を抱いた毛利氏は、淡路北端の岩屋城を占拠し、 本願寺に、兵糧や弾薬を搬送するなどの救援に乗り出し、信長法医網の一角に加わった。盲都市家文書には、石山本願寺を支援するにあたっての毛利家内の、軍議の内容を伝える資料が残っており、それによれば、小田氏との関係を和染療養で検討したことが、伺い知れる。ここでは、信長と合戦にならなかった場合、浮っき直家が信長に救援され、 毛利法のものまで手名付けられ、信長が強制となって、東方を攻めてきたとき、どうするのか。共にいる、足利義明をどうするのか。毛利氏に同盟する諸勢力の結束をどうするのか。が衆議にかけられ、また、信長と合戦になった場合、合戦の間中、上下の結束が維持できるのか。旧天子勢力圏の出雲、放棄、稲葉を制圧しうるかどうか。 ウっきたなおの心をつなぎとめうるかどうか。だが、検討された。毛利方は、表情を開いた上で慎重に審議した結果、吉明の根性に応じて、本願寺支援の決断を下したのであった。この、照トの決断は、島津市はじめ九州地方の諸大名、伊予の功能氏、越後を本拠とする、上杉謙信、甲斐の武田勝頼などにも伝えられた。義明はその間も、 政治工作を進め、謙信、勝頼に対して、照本と協力して、信長を打つことを命じている。5月には謙信が本願寺保守権与との間に、加賀一行一騎との和睦を成立させて、反信長に転じ、6月には謙信は照本からの、口添えもあり、武田氏、北条氏との和睦を受諾した。なおこの頃、照本と直家の和議が成立したがこれを、 仲介したのは共にいた、吉明であった。ご大将三船の図、神戸大学附属図書館像を毛利氏は、キーの西が州と連携し、天正4年7月の第一次木津川口の戦いで、小田氏に対し最初の戦闘を仕掛けた。小玉治萌えら毛利氏敬合州、のみ宗葛ら小早川水軍に、因島、野島、来島の各村上市を加えて、淡路の岩屋に集結し、 浮田タ氏の火星燃えた毛利水軍の兵糧戦600と、慶護戦300は、泉海塚に開港して、最下州の荒手と合流して北上した。また、木津川の河口で崩落玉を用いた攻撃などによって、小田水軍の畑船10層、慶護戦300を破り、数百人を撃ち取るという大勝利を収め、小田市の海上封鎖を破って、石山本願寺に、 兵糧米を届けることに成功した。この時、摂津、泉の門とも毛利方に加勢している。かくして、吉明の働きかけは結果としては大成功を収め、本願寺、毛利上杉を主とする信長包囲網が成立した。しかし、これは三者がそれぞれ信長の勢力拡大に直面して危機感を覚え、自ら生き残る道を求めたためであって、 必ずしも吉明の期待する幕府最高を目指したわけではなかった。例えば、越中を掌握しつつあった謙信が天正4年に、信長方位網に加わったのは、前年に、信長軍が越前、加賀を侵攻したからであり、照元にしても、信長が参院で天腰最高の動きを援助し、備前、張間の浦上、別所、小寺の各市を取り込んだことに、 危機感を募らせたからだったのである。ただ、本来動機の異なる彼らが、大道団結するためには、大義名分が必要だったことも確かであり、照元は、将軍の命令に服して、吉明公樹落のために地層するという起少文を発して、謙信、勝頼の出馬を要請したのである。謙信はいち早くそれにこうして、上落の軍を発する旨を返答したが、 天正3年の長篠の戦いで壊滅的な敗北を起死した勝頼にはすでに大軍を動かす余力はなかった。ただし、小田原城の北条氏とは交和して背後を固めた。8月、北条氏も、また、真意は別として、吉昭の呼びかけに応える構えを見せた。毛利勢の答申、編集の長と断交した後の毛利氏は、山陽道から投進して上洛するルート、 三人道から京都の背後に迫っていくルート、そして会場から泉あるいは摂津に上陸するルートの3、方面からの進行作戦を考えていた。三人道、三陽道のルートはそれぞれ、照本の二人の叔父、吉川元春、小早川高景が担当になった。天正三年の時点で、毛利と同盟を結んでいた直家が、浦上宗陰の所領を、ほぼ掌握し、 微前より東への統制が可能になると、天正四年に、毛利氏は、針馬に侵入して、甲月城に兵を進めた。こうして、毛利勢の針馬進行の気が熟した。同月、信長の奇襲攻めに、針馬三木城の別所長春が従軍したことで、針馬方面での軍事的均衡が崩れ、これが、毛利勢闘進の直接のきっかけとなった。3月、浮田直家はじめ微前。 未まさかの兵が国境を越えて、ハリマに侵入し、辰野城主、赤松広支兵を毛利方に寝返らせている。4月から5月にかけては、毛利氏は、光月城を前線にして、姫路へ兵を進めた。4月、海上からも室津に上陸し、映画から姫路を目指した。映画は、ハリマの一行集門との中心地で、毛利勢はここにも、軍事拠点を設けていた。この間、 小早川高影は、備中笠岡に進出して、本陣を置き、当主てるもとは、秋三原に本営を構えた。毛利勢は、姫路で五儀上主将事聖職によって撃退され、一旦光月に退却した。この時、正式の家臣、小寺官兵衛の目覚ましい活躍は、自家の家運を開く端緒となった。なお、黒田義高の、ビンゴの友にいた義明は、毛利勢を励まし、 謙信に越前信仰を明治薩摩の島津市に援助を求めた。吉明は7月7日付で村上左衛門外部に幕府武行人法書の形式を用いて摂津甘崎の土地を給与している。武行人法書は官僚法書の代わりとなった将軍の公的な命令書であり、この命令が最後の武行人法書となった。天正五年7月、毛利勢は四国地方のさぬき、 阿波へ侵入し、信長に服属した三好氏の勢力を攻撃した。戦後毛利氏と三好氏の間で交渉がなされたが、共にいた、吉明の裁定により、三好勢が人質を差し出すことで講和が成立した。橋場秀吉の着人、天正五年、編集、沖潮城及び、光月城も三照姫路さんの城主であった、黒田義孝天正五年、前年に、 のとに進攻した、上杉謙信は、この年のうる七月に、のと七尾城を包囲した。信長は、柴田勝家を大将にして、越前に所領を持つ前田利家、笹成政などに加えて、滝川和松、庭長秀、橋場秀吉らの精鋭を、北陸地方へ派遣した。この時、大和の松永久秀が、謙信にあてるもと、本願寺などの藩信長勢力とこうして、 石山戦争から離脱して、山と市議山城に立てこもり、再び信長への対決姿勢を打ち出した。信長後期によれば、信長は、松井勇敢を派遣して、理由を問いただそうとしたが、久秀は死者に会おうともしなかったという。信長は、弱子、織田信忠を総大将に、筒井純慶の兵を主力とした大軍を送り込み、10月に、市議山城を包囲させて、 久秀を自害させた。一方、秀吉は、勝家と意見が合わず、主兵をまとめて、戦線を離脱し、居城の長浜城にこもったため、信長の激林に触れたと言われる。中国戦線においては、毛利氏の張り信仰が本格化しており、これに対し信長は、北陸戦線から離脱して近親していた秀吉を、指揮官に任じて中国攻めを開始した。秀吉は、 天正4年7月の時点で、信長より中国攻略を命じられていたが、その時は作戦に専念できる状況になく、翌天正5年10月に、ようやく針馬に入ったのである。秀吉は、すでに、信長方に服属していた、少子家の家老黒田義高の姫路山城を本拠にして、針馬、田島を転戦した。田島では、岩須城、ついで武田城を攻略し、 武田城に弟の橋場秀長を城代として入れた後、張馬に引き上げた。もっとも、信長後期によれば、信長が秀吉に命じたのは、張馬攻略で、田島攻略については、秀吉の独断であったとされている。張馬では、秀吉は国中をめぐって、信長の旗本に入るよう促し、沖潮城の城主で、九州五家当主の赤松の利久さ国人衆の多くを、 調略によって降伏させて、人質を取り、一ヶ月ほどで、西張間全域を、ほぼ支配下に置いた。秀吉は、張間西洋軍を、中国地方への前進基地として重要視し、竹中重春、吉宝を派遣して、毛利法の福原助治を上司とする福原城を、攻略して陥落させた。西張間の豪族の中でも、備前、 三正国境に近い光月城の赤松正則は、容易に秀吉になびかず、毛利氏と結んでいた、備前の浮き直江との連携を強化した。そこで11月27日、秀吉は光月城に兵を進めて、城の周囲に三重の柿を設け、公守に備えた。これにより、赤松正則救援のために派遣された浮き勢を撃退し、12月3日に、 光月城を陥落させた。西張り殿と呼ばれた正則はこの戦いで自害し、カロの高島政サも巡視した。秀吉は城兵の降伏を許さず、ことごとく首をはね、木内の女、子供も処刑した。その後、秀吉は山中康生に命じて、光月城を守らせた。康生は勝久を奉じ出雲、宝器、稲葉、三正かなどの老人を率いて浪上した。 この後、勝久と皇勢は、浮田勢に攻められて、一旦撤退し、直家はこれを、光月十郎慶邸という人物に守らせたが、再び、秀吉軍によって落城し、慶邸は敗走中に自陣したと伝わっている。こうして秀吉は、小田方とも利、浮田方の干渉地帯の要素の濃かった針馬一国を、わずか2ヶ月で手中に収めた。この年の年末に、 大御国に帰った秀吉は、張馬、田島平定の法相として、主君信長より自慢の茶器、おつご前の釜を賜っている。別所長春、荒木村重の離反、天正六年、編集、光月城の戦い、別所長春、及び荒木村重も三照張馬三木城主別所長寺天正六年一月、毛利照元は大軍を光月城に派遣した。毛利方では、 戦術のように三ルートからの上落作戦を策定していたが、光月城奪還から張り進行が得策であると、小早川高陰が提案し、参院道担当の吉川元春も合意して合流した。4月15日には寺本自身が軍を率いて、備中松山城に陣を構え、吉川元春、小早川高陰の両将は、18日に6万余の兵を率いて、 光月城を攻め、堀や柵を設けて何重にも城を取り囲んだ。秀吉からの救報を受けた信長は、まず、天子救援のため津の荒木村重を送り、ついで、滝川和正、明智光秀を増援して5月初旬には、自らも出陣しようとしたが、佐久間信盛らに監視され、ついで四息の豚田信尾、信鷹を派遣した。先発隊として村重が到着すると、 秀吉は、村重と共に、光月城の東方、高倉山二陣を敷いたが、地の利が悪い中で兵の数は、約一万に過ぎず、毛利の大軍に歯が立たなかった。この間、秀吉も、信忠らも、別所長春離藩のため撤退せざるを得なくなり、7月5日、半年にわたる毛利氏の攻略によって、光月城が陥落した。これにより、信長と同盟を結んでいた、天子勝久。 天子氏久が自害、山中高生も捕らえられ、照本の本営である備中松山城への護送中に処刑された。こうして、一時は中国地方に派を唱えた大俗天子氏も最高の願い虚しく滅んだ。天正6年2月、三木城主、別所長春が本願寺、毛利の側に寝返り、同年10月には荒木村重も本願寺保守権入と名役を結んで、 信長に離反した。長略手腕で短期間のうちに制した、針まであったが、長次の離反に及んで同調者が続出し、秀吉は敵国の中に身を置く様相を呈するに至った。長次は秀吉が黒田義隆と共に中国侵興戦の先導役として最も期待した武将の一人であった。だが、別所長春樹によれば、長次違反の理由を、 加古川城での軍議に参席した、長寿の名城の意見が入れられなかったために、不満を持った家臣が、長寿に無本を進めたからであると説明している。織田軍が使用した畑た船これらの動きに呼応して、毛利水軍の600予想が本願寺への大量の兵糧米を積載して木津川の川口へ向かった。信長は、先の大敗の経験に学んで、急遽、島の喜義高に六艘。 伊勢の滝川和松に一層の走行を施した大型の畑船を建造させ、7月に泉の境に開港させて、海上封鎖に当たらせていた。鉄鋼船には、大砲三門が搭載されていたという。11月には、小田水軍と毛利水軍の間で海戦があり、久喜吉高が敵船を引きつけて、大将の船を大砲で撃破する戦法で、毛利水軍を敗走させ、毛利、 本願時間の領土の遮断に成功した。なお、これに先立つ三月十三日には信長法移毛の一角を、占めていた越後の上杉謙信が、春日山城で死去している。天台州別閣本山の諸舎山延京島に伝一方陸上では、三月末に別所長春との間で、三木合戦が始まり、長寺に交往する張間国内の諸勢力との間で、戦闘に入った。 秀吉は、張り幕師の名刹として知られていた諸舎山園教授を、人所と定め、先に派遣されていた、信忠の援軍を得て直ちに、三木城を包囲、四月には、野口城の戦いで、長井正尻を、六月末には、寒気城の戦いで、寒気寄り貞を討った。五月には、天子救援のため兵を、一旦甲月城に差し向けて、熊見川では、毛利勢と戦ったが、 信長は6月の中国方面での戦況報告を受けて、光月上級援を諦め、三木城ゼミを優先すべきことを秀吉に言命した。この間、4月には、小寺聖職が、小寺氏と別所氏は元来共に、赤松氏の流れを組む同族であると称して、美濃軍、飾り東軍、稲見軍などの一族を固執して、五儀城に立てこもった。のであった、黒田義は、 家臣の多くを味方につけて、秀吉に従い、7月、聖職はこれに敗れて逃走した。光月落城後、秀吉は8月の串橋義康との間の四方城の戦い、10月の梶原景行との間で、高砂五城の戦いによって、三木城の孤立化を目指し、針間の再平定に努めた。この過程で、別所方についた姫路の慶測寺は秀吉によって、 焼き打ちにあっている。また、光月落城後の毛利市では、小早川高影がその勢いで山陽道を登場する作戦を主張し、友野義明も本願寺支援のため未起上救援を求めた。しかし、吉川元春は、田島国人州の入国要請を理由に、田島へ去ったため毛利勢の答申は中止、山陽方面からの進行計画は頓挫したが、 張間沖の政界権を握っており、会場からの三木城への兵糧補給は継続された。荒木村重の西木へこうした中の10月に、荒木村重も離反するが、吉明が摂津花熊城に重臣を派遣して、説得に努めた結果であったという。摂津有数の大名であった村重は、明智光秀などと共に、石山本願寺攻めの際には先方に当たったが、 大阪方面軍司令官の地位を佐久間信森に奪われ、中国方面軍の司令官の地位もまた秀吉に奪われ、さらに信長の側近、長谷川周一の傲慢無礼な態度に耐えかねて、将来に望みを失っていたのではないかと推定される。秀吉は村重とは旧知の間である黒田義隆を有岡城に派遣して、村重の本意を促したが、 逆に吉高が村重に捕らえられ遊兵された。また、それまで秀吉に加勢して、三木城を攻略に当たっていた信忠は、急遽村重への対応に迫られて、摂津へ出向いたため、秀吉はこの後わずか八千の手勢で、ほぼ五角の七千人が守る三木城を包囲しなければ、ならなくなった。この年の六月十三日には、陣中で、竹中重春を失っていたので、秀吉にとっては、 軍艦二人を変いての後為戦となった。秀吉は、城の周囲に、昨夜兵を幾重にも構築して、城兵の動きを封じた上で、三十以上もあるという未木城の市場を格好撃破する戦略を採用した。村重は、毛利氏、本願寺と組んで無本を起こしたものの、毛利水軍の木塚川口での敗走と、それに続く十一月十六日の高月城主、高山右近、 11月24日の茨城城主、中川清秀の二人の敗下の降伏によって、孤立の度合いを深め、有岡城に籠城して、織田軍にこうした。浮北南城の基準と、有岡楽城、天正七年、編集詳細は、有岡城の戦いを参照この年、前半、秀吉は、二月の針間平井さんの戦いで、超、伊丹荒木軍機より、 有岡城の戦いでの荒木軍配置図、浮田直家の木造前年の別所長春、荒木村重の寝返りは、毛利軍の登場を期待してのものであった。それまでも毛利は漁師に援軍を送っていたが、天正七年正月にも、旧援軍の派遣を決定し、甲斐の武田勝頼と同時に、信長を攻撃する予定を立てていた。しかし、信長は、文後の大友義茂と進行を結んで、 毛利の背後を脅かすことに成功し、正月、毛利氏の重心で、武前松山城の城主であった、杉重義が、大友川に通じて、北九州で拒兵し、これにより毛利勢の登場は阻まれた。また、今坂川上軍の鉱山城の城主、草刈慶次も信長方への願いが露見して、吉川元春によって成敗された。なお、信長は十一月、双林の子、 大友義宗に対し、毛利氏支配家の巣を、長藤を与えるとの主院状を出している。同年、織田、毛利官にあって、奇数の定まらなかった法規東部羽衣脇城,城主、南条元継が9月に、毛利氏と同盟関係にあった、備前の浮田直家が10月に、信長に服属した。南条と浮田は連携して、毛利に対することを明約したのである。この調略の過程で、 同年9月に秀吉は、直江の基準によって、信長に、主因状を与えるよう要請したが、信長は許可せず、帰って秀吉の先乱を叱責して、針間に帰らせるという事態も生じている。また、堺の合商の家に生まれた、小西幸長は、当時自家家に仕えていたが、小高への内通には、幸長の働きかけがあったとも言われている。直江の寝返りによって、備中、 みまさか両国はそれまでとは一点、浮っきた、毛利両主の構想の場となった。この年、直家は毛利氏と結んでいた、サムスン城のことを元を攻め滅ぼしている。こうして、敵対勢力を近くに抱えることとなった毛利氏は、援軍を派遣することが困難となり、長次。9月2日、村重は、現状打開のため有岡城を出て着し、着死。 荒木村寺の守る天ヶ崎城に移った。有岡城税目の総大将を務めた信忠は、軍を対有岡城、対天ヶ崎城の二つに分け、滝川一正が双方に調略して小高隊の離反を誘った。信長はこの時、次男信夫にも伊勢の兵を率いて出陣するよう命じたが、信夫は武士や百姓にとって負担であると考え、代わりに、 隣国伊賀に攻め込むことで取り繕おうとして敗戦し、信長から厳しい叱責を受けている。10月15日、織田軍は、有岡城総攻撃を開始し、首相、荒木久左衛門に対し山ヶ崎城、花熊城を明け渡すならば、本丸の一門、家臣の命を助けると呼びかけ、久左衛門は10月19日、有岡城を会場した。会場に際しては、 村重本位のために、秀吉によって派遣され、そのために、有岡城内に抑留されていた、黒田義隆が一年ぶりに救出された。しかし、村重自身は、毛利照元の元へ逃れ、旧左衛門も失踪したため有岡城の人質除名は、保護にされた。信長は、戦後の12月、有岡城の人質全員の処刑を断行した。村重の一門は、 京都六条河原のデザン重臣の祭司は、天ヶ崎近郊で宅刑に処せられ、その他五百十名余りは枯れ草を積んだ家屋に、閉じ込めて焼き殺すという残酷な報復であった。一方、別所長春との三木城後遺戦は、秀吉によって兵糧攻めが採用され、これは、後世、三木の秀利殺と呼ばれた。村重方の花熊城から、乳酸の鳥出と大御城を経て、 三木城へと達する補給路は5月、領城祭が秀吉によって落とされたため、機能しなくなった。また、この年の9月10日には、毛利法の小席中塚佐将友との間で兵糧の補給路をめぐる平たとりでの戦いが起こっており、これは三木合戦の中では最大の激戦となった。三院方面では前年より明智光秀が丹波八城城を攻略しており、 この年の6月、敗れた、旗の修士、秀直の旗の兄弟は卓刑に処せられた。7月初旬から8月上旬にかけては、細川藤高、細川忠興、橋場秀長、が、明智秀光らの諸章を加えた、三秀軍が第二次黒以上の戦いで勝利して赤板大イを破り、10月、丹波、丹後両国の平定をほぼ成し遂げた。これにより丹波は、明智氏、 丹後は、細川市の両国となり、三人堂からの毛利勢の登場路は塞がれることになった。三木楽城と張間、田島の平定、天正八年、編集、三木合戦も参照、橋場秀吉三木城法伊図。前年の平田取りでの戦い以降、孤立無縁となった別所方では、兵糧が欠望して三木城内からは餓死者が出始めた。天正八年一月、 正月であるにもかかわらず、城内から煙が立たないのを見た秀吉は、1月6日、早朝、三木城の背後の八幡山への攻撃を開始した。八幡山には、三木城を南から見下ろす高のお取りがあり、長寿の弟、別所友もきが詰めていた。秀吉の攻撃に対し304名が抗戦したが、十分な食料のない兵は十分な武具もつけずに、 戦わざるを得なかったため、多くは、うち死にに、老将三十六名は自害して、砦は失われた。一月十七日、丸裸になった三木城は陥落し、別所長春、弟智之、叔父義親が、城兵除名を条件に自害して、二年に及ぶ、三木合戦が終わった。なお、それに前後して、別所市に寄り帰していた魚住城、高佐護城、五木城も陥落している。 なお、秀吉は、天正十三年、長寿の王子、別所重宗に、田島木の先城一万二千国を与えている。一方、大阪ではうるう三月五日に信長と賢女とが、大木町天皇の直命によっては牧師、石山合戦が終了して、中国戦線にも天気が訪れた。戦後、賢女は、紀伊祭下に去り、信長は、摂津、泉の両国で、 国内諸城の破棄を命じている。しかし、講和に反対した、県女の故郷上は、大阪に残って諸国に激を発して、一向諸門との再挙を図った。京女の放棄に対しては、足利義明は、毛利輝元、小早川隆景に対して、新門籍を支援するよう命じており、京女も義明に謝意を表明していることから、両者が提携していたことは、ほぼ確実視される。しかし、 その強女も、形成不利と見て7月に信長と和睦した後、本願寺に火を放って、最下に退去した。東張馬及びその東方が安全となった秀吉は、うるう3月29日から4月24日まで、張馬一行一騎の拠点であった映画城を攻略して、ここを選挙、引き続いて、赤松氏の一族、宇野正頼より、うのす清夫氏の立てこもる長水山城も落城させて、 一気を解体、ハリマを再び平定して、その支配を強化した。4月からは、信長の命によって、ハリマの検知を行い、手狭になった、姫路山の近くに、新城を築いて、居城都市、浄土新州の寺内町だった、映画から町人、百姓を呼び寄せて、城下町を整備した。以後、秀吉は、万州姫路を拠点に、 毛利氏との直接対決を迎えることとなった。6月には、宇喜多直家と連合して、三マ坂攻略を開始し、増ス型城の城主で毛利方の福田森政が守る宿山城を攻めた。かつては、浦上宗影の悲観で、当初は毛利氏と結ぶことによって、備前国内での勢力を伸長させた、宇喜多直家は、今や織田方の先鋒となって、 山陽地方における毛利市の前線を切り崩していった。山陰方面では、長来軍の武田城を根拠として、秀永部隊を主力とする橋場勢によって、田島攻略が本格的に再開され、5月16日、山名高博の守る有子山城が落城した。その父で、田島守護、山名雄豊はその中で、死去、5月21日には、 山梨の本城伊豆市場も落城した。これにより田島は再び閉廷され、秀永には伊豆市場が与えられた。同月、稲葉にも進行し、第一次鳥取城攻めが行われたが、その際、鳥取製法の六夜城も攻略された。戦後、秀吉は稲葉進行計画を練り直して、若さの商人に稲葉の米や麦を買い占めさせた。これにより、 穀物価格は急騰したという。なお、この年の8月、信長は、本願寺攻撃の責任者であった、佐久間信盛を取り出にこもって無意に過ごしたとして、不変道、不甲斐なしと断じ、高野山に追放した。一方で、明智光秀、橋場秀吉、池田恒尾の働きについては、天下の覚え、天下の面目と激称した。また、戦国時代史の研究者、 谷口勝弘は、橋場軍が、中国方面軍へと昇格したのは、針馬、田島を統一した天正八年と見るのが妥当では、ないかとしている。鳥取城攻めと淡路平定、天正九年、編集詳細は、鳥取城を参照鳥取城のあった、旧正山、天正九年、秀吉は、三月に上落して清水寺で、京都諸市大の村井貞勝や堺奉行の松井、 勇敢らと農楽を楽しむ主演を模様し、その後中国戦線に戻って稲葉に転戦し、6月より稲葉守護三名報告の居城であった九正山の鳥取城を攻略した。鳥取城は前年、東からは秀長と宮部慶順の軍、南からは秀吉の軍が攻め入って包囲され、報告は稲葉一国の安藤条件に会場を迫られたが、降伏に激しく反対する。 森下同与や中村春津倉の家臣団と対立し、単独で、秀吉に投稿した。家臣団は報告を見限り、もう年へに対して、山陰地方での勢望高く城兵をまとめる、求心力を持つ存在として、吉川氏の派遣を希望した。当主、吉川元春は、岩見福光城の上主で一族の吉川教委への派遣を決定した。天正9年7月には、 宮部慶順が縁屋高清の守る仮金城を攻撃し、縁谷は丸山城に逃亡した。包囲された鳥取城は山陰地方における毛利法の難攻不落の要塞であったため、秀吉は後世鳥取の勝殺しと呼ばれる兵糧攻めを採用した。戦術した穀物買い占めに伴う価格上昇により鳥取城中の貯国さえ売り出す者がいたと言われている。 秀吉は、鳥取城の周囲に深さ8メートルの空堀を、全長12キロメートルにわたって築き、平野柵を幾重にも設けて、矢倉を立て、夜間も入念に監視させた上で河川での通行も遮断した。その上で、昼夜の別なく金や太鼓、時の声を上げさせ、不意に鉄砲や火矢を放つなどして、木打ちの不安を煽り、また、多数の商人を集めて、 場外で死を開かせて移植に関わるものを売買させ、芸人を呼び集めて、盛大に株音玉を行うなどして、木内の沿線気分の情勢に努めた。9月16日、鳥取への兵糧補給における水上交通。これにより、鳥取城は完全に食料を断たれ、水、草木、木内の犬、猫、ネズミまで食い尽くし、死者の肉まで奪い合う修羅場となった。 10月24日、毛利氏は、秀吉方に、丸山城を開城。翌25日は、鳥取城も開城した。開城交渉では、自らの生命に変えて、城兵の除名を主張する、京家と、京家を、切腹に際し、京家は、日本仏の五急戦の境において、切腹に及び工事、松代の名誉たるべしと存じ公と記した、遺言状を、 故郷の岩見に書き送っている。秀吉はその後すぐさま放棄に出兵し、羽衣岩木の南条元継を救援しようとしたが、吉川元春は馬の山に不人し、全面対決も辞さない構えを示したため、秀吉はいたずらに激戦して、多数の将兵を損耗する事態を避け、羽衣石へ、兵糧、弾薬などの補給を行った上で、10月28日に全軍に、 早期撤兵を命じた。この年、秀吉は、毛利氏の前線基地としての機能を担っていた、淡路の平定にも乗り出している。11月中旬、秀吉は自ら池田元助と共に、淡路に渡って、あたか清康を、由良城の戦いで破り、続いて11月15日の岩屋城の戦いに、勝利して、最終的に、淡路の制圧に成功し、張りの政界権を握った。 岩屋城を、生駒近かに与え、淡路国全体の支配は、戦国秀久に委ねた。なお、あたか清康の服属により、あたかしの勢力圏内であった、小豆島も、信長政権に帰属することとなった。この年はまた、田島で、国人一揆が起こっているが、秀吉は、配家の東道高虎を派遣して、田島一揆を平定している。両国経営の面では、秀吉は、 ハリマ国内に白蟻命令を発して、かつての守護家の居城であった沖潮城を破城とした。破却された沖潮城の建物や部材、石垣は自身の本拠地である姫路城に運び込まれた。なお、前年からこの年にかけて、毛利氏と浮田氏の戦いが、ビ前、備中、三チ坂の各地で繰り広げられていた。そのうち最大の戦いとなったのは8月の八浜、合戦である。 この年2月に、直家が病死し、一年間死が伏せられた中での戦闘であったが、毛利主力は、備前寺島に兵を進め、麦井さんによるホいた元トに援軍を送って、激しい戦いとなったが、村上水軍を動員した毛利氏によって、浮田勢は、総崩れとなって退却した。微中高松城攻めと中国大会し、天正十年、編集詳細は、 備中高松城の戦い及び山崎の戦いを参照秀吉は天正10年3月備前備中に入った。3月17日、当時は島であった備前小島で定山城の戦いがあったが、これはお次公と呼ばれた信長の四男で秀吉の養子、橋場秀勝の偉人であった。4月中旬、浮北勢を加えて、 さらに大軍を率いることとなった秀吉は、備中日畑城の戦いで、日畑影地下、備前館山城の戦いで、林和座根、備前庭瀬城の戦いで、井上雄慶、備前鴨城の戦いで、桂広重をそれぞれ破り、備中、備前における毛利法の諸城を次々と陥落させていった。なお、前年に死去した、宇喜田直家の次男でまだ十二歳であった。 着手八郎は、秀吉より、衆の字を与えられ浮きた秀家と名乗り、秀吉軍と合流した。一方で動揺する毛利水軍への調略も行い、4月14日には毛利水軍に帰属していた伊予の苦しましを基準させた。これによって、村上水軍は毛利方と小田方に分裂し、諸悪諸島が秀吉に属することとなった。 月岡義都氏が高松水攻め、岡山市立中央図書館像を中国攻めの最中、本能寺の変に倒れた織田信長秀吉は5月7日、毛利法の優勝、清水総治の守る備中高松城。折しも同じ5月7日は信長が三男の神戸信高に四国出陣の蒸気を与えた日であった。高松城は三方が深い沼、一方が広い水堀となっていて、 南高不落の要害であった。城の周囲に築かれた堤防は5月8日に造成工事が始まり、19日に終え、作戦は堤防内に城の西側を南流する足森川の流れを引き込もうというものであった。秀吉は救援に駆けつけた吉川元春。 小早川高景らを章とする五万の毛利軍主力と全面的に対決することとなったが、折からの梅雨で城の周囲こうした中、秀吉は、主君、信長の出陣をこい、信長は、明智光秀の援軍派兵を決めたほか、自らも中国、四国平定のために出陣しようとしたが、その矢先の天正10年6月2日、京都本能寺において、明智光秀の無本によって自害した。 この法を得た秀吉は、信長の死を秘匿しつつ、急遽、高松城主、清水総治の切腹と毛利両国の内日中、三正か、法規の三カ国の割上を条件に、毛利氏との間で講和を結び、兵を明智光秀粒等に向けるために撤収した。秀吉側は内藤博士、照本側は安国寺衛家を講和の使者に立てた。秀吉のこの時の撤兵は、 極めて迅速活大規模であったために、後世、中国大外史と称せられている。本能寺の変を伝える知らせが、毛利方にもたらされたのは、秀吉撤退の日の翌日で、キーの際が州からの情報であったことが、吉川博也の覚書から確認できる。この時、吉川元春は、秀吉軍への攻撃を主張したが、弟の小早川高景がこれを制し、 交戦には至らなかった。天正10年の織田信長死去時点の支配領域と、小牧、長久手の戦い後の徳川家康の両国講和後の、秀吉は6月13日の山崎の戦いで、光秀を撃破、翌天正11年3月には、かつての同僚、柴田勝家と対立して、静方岳の戦いで戦うこととなった。その際、照本は、 秀吉、勝家の双方から同盟を申し込まれたが、中立を保っている。静ヶ岳戦勝後の5月、秀吉は、東海、北陸地方での戦火と、旧武田資料を除き、信長の旧半島が秀吉の支配下に入ったことを、小早川高景に書面で報じ、寺本が自分に従う覚悟をするなら、日本の治む、頼朝以来これに配下でかますべく騒動やと述べ、 信長から自立した独自の政権づくりによって展開党を推し進めていく方負を示した。秀吉は両国割上に関する毛利氏側の要請を入れて西放棄、備中高や長維生を毛利領として確定した。天正11年8月、毛利氏もこれを受諾して人質を秀吉に送ったことで境総論は解決し中国国分がなされた。毛利氏はこれにより、 中国地方9カ国を有する大大名となった、一方、秀吉政権に服属することとなった。しかし、天正12年3月、秀吉は、浮っき秀家に対し毛利氏への備えを命令しており、必ずしもすべての警戒を説いたものではなかった。天正12年12月末には、秀吉は、照本の娘を、養子の橋場秀勝に目合わせ、毛利氏との間に、縁石関係を結んだ。 天正13年正月、秀吉は、毛利氏との境界確定交渉により、領土について大幅に譲歩し、南海道方面での協力を要請した。同2月には、小早川高景に、自らの3月のキー攻めの意向を報じ、文国中のすべての稽古戦を、泉岸和田に集結している。この後、毛利氏は、橋場秀長を総対象とする奇襲攻め、四国攻めに協力した。 同時に、秀吉政権に深く組み込まれることとなり、秀吉は、天正十四年、照トに、毛利領内の白割を命じている。豊臣秀吉織田政権下の大名としても、参照中国攻めでの再格と本能寺の変後の、速やかな行動によって、天下人への階段を踏み出すこととなった、橋場秀吉本能寺の変によって、中国攻めは中断され、中国地方の平定は、 静ヶ岳の戦いの後の橋は、毛利館の同盟成立にまで持ち越されることとなった。この同盟は、毛利輝元が、橋場秀吉に服属する形を取り、以後、毛利氏は、秀吉政権下における、西国屈指の大名として、秀吉政権を支える存在となった。中国攻めにおいて秀吉は、三木の秀利殺し、鳥取城の勝殺し、高松城の水攻めなど、 工場戦の名手として、その才覚を遺憾なく発揮した。主君信長も、侍ほどのものは、筑前にあやかりたく、ありずべしと評するほどであった。鳥取城行為戦において秀吉は、若狭の商人らに命じて、若狭や山陰地方の米を、自家の倍地い高価格で、買い占め。こうした、大規模な経済的措置を講じた上で、鳥取城には兵のみならず、遊美軍、 常見みに一体の男女も立てこもるよう仕向けた。ここには一種の近代的な経済戦の要素さえ見て取れる。高松城の水攻めは空前絶後の奇策であり、秀吉の得意な戦法として世に知られる。秀吉は無益な人的損耗を避けるため、綿密な知性研究の結果に基づいて、これを決意し、人民に 経済的報酬を与えることによって、全長4キロメートル弱に及ぶ堤防をわずか12日間で、築成し、駆けつけた、毛利勢の主力からの援助を不可能にしている。この後、秀吉は、小牧、長久手の戦いにおける竹が花城や奇襲攻めの際の、大田城でも水攻めに成功しているが、他に成功例は少なく、小田原征伐における、石田三成の武蔵国押し城攻めは、 むしろ失敗している。安井久義によれば、元来、水攻めは、甘根、ね、地、人の、あらゆる条件が整って、かろうじて成功の可能性が生まれるのであって、それを結行して成功させたのは、秀吉の卓越した戦略、戦術及び統率力によるものであろう、としている。それに先立つ三木城攻めは、落城に2年の歳月を要する、長期戦となった。 石山戦争の首相であった佐久間信盛は石山本願寺への甘慢な攻めを咎められ、後に信長によって高野山に放逐されている。秀吉はそうした主君の性格をわきまえ、常に安土城との連絡を緊密にし、必要な場合は信長に会見して指示を仰ぎ、あるいは自らの諸説も述べている。また、摂津有岡城の荒木村重の一族に対する、 過酷な処遇に対し、針間三木城落城後の別所一族やその家臣に対する秀吉の処遇は極めて寛大なものであった。秀吉に内通するという申し出があったため、秀吉が平戦命を使わすと突然裏切ってその兵すべてを殺したという別所長春の家臣、中村忠重さえ許し、戦後は自らの家臣に取り立てている。このような戦後処理の巧みさ、 人身集乱の巧みさもまた秀吉の性暴を高めた。浮北南城の漁師が毛利方から離反したのも、三木城行為戦火の秀吉の調略によっている。織田政権全体から見た中国攻めは当初、石山本願寺との戦争と並行して進められた。その際、重要な役割を持ったのは、泉の貿易港堺であった。堺港を独占的に掌握した信長は、 南蛮貿易によって利益を得るとともに、いわゆる大鉄砲と呼ばれる新式火砲の導入、国産化を進め、両戦争に大きな影響を与えた。それに伴って新しい工場術も採用された。石山合戦において、小田勢は陸路においては、本願寺を完全に封鎖したものの、強大な動員力、戦闘力を持つ毛利水軍の力に、漂浪。 兵員の輸送を遮断することができなかった。信長による、九鬼水軍の創設によって、本願寺の光線を収束させることに成功したことは、秀吉を含む信長配下の諸将の戦略や、戦術にも大きな影響を与え、鳥取情報移線の際にも、細川藤孝が丹後から船で兵糧を運び、合わせて、 毛利氏からの領土を断つ作戦が取られて、鳥取城を孤立に追い込んだ。水軍の重要性を認識した秀吉は、毛利に属していた村上水軍の切り崩しに尽力し、戦略上重要なアージ島の制圧を急いだ。毛利との講和成立後は、毛利水軍は、奇襲攻めや四国攻めに動員されたほか、秀吉の組織した情報水軍が、 九州征伐や小田原征伐において果たした役割もまた大きかった。中国平定の後、秀吉は、浮北、毛利の領主を重視して、西国政権としての基盤を固め、関白への任官や、総武事例の発布など朝廷を利用することによって、西国を本拠とする全国政権として、天下統一を達成した。谷口勝弘は、上述の通り、 橋し軍団の中国方面軍への昇格を天正8年としている。谷口によれば中国方面軍成立当時の構成は以下の通りである。田島平定後も山院方面軍は秀吉の弟秀長が首相を務めており、その陣容は以下の通りに編成されていたものと考えられる。秀長が山陽方面に出動しなければならない事態にあっては彼の代理として 全体の指揮を取ったのは、宮部慶順であった。慶順は、大見出身で、延暦寺の山防師であった経歴を持ち、天正8年の山梨討伐後は、田島豊岡城主として二万国を漁した。鳥取城勢目では最前線にあって、吉川元春軍とも戦った。慶順に従ったのは、荒木村重離藩の際に、村重の故障から秀吉に転死した、荒木茂樹 田島平定を通じて橋場方に従った、柿谷三成、豊家族、出雲国出身で、かつて山中鹿之助と行動を共にしてきた亀井これのりなどであり、山陰方面での毛利勢との戦闘に参加したものと考えられる。慶順は、天正十年、山陰での選考が認められて、鳥取城城代となった。また、本老寺の返事、鳥取城は、 毛利氏に攻撃される可能性もあったが、山崎の戦い、静ヶ岳の戦いと秀吉勢の主力が、中国路を離れている間も、城代に認じられ続けたことから秀吉の信頼の厚さが伺える。谷口勝弘は、この仕事は地味だけれど、秀吉をして心を大きなく、機内で活躍させるための大きな力となったはずである、と述べ、その働きを評価している。ありがとうございます。